まあ1ラウンド、まあ原口って距離遠いんだよね。すごい距離取りながら戦ってたけど、あの距離の中ペットパノルムのさ、左ミドルキックも当たるんだよね。あれムエタイ特有の蹴りだよ。伸びてくるからさ、やりにくいんだよね。原口もこうペットがミドルキック蹴っていくんだけど、カウンター狙っていく感じで、ね、1ラウンドは原口が取ったなっていうふうに思ったね。まあ2ラウンドもやっぱペットの左ミドルに対して原口がカウンターの右フック狙っていくわけ、まあ、惜しいなっていうパンチはあるんだけど、紙一重で当たんない。まあ、2ラウンド始まっていくうちに原口のパンチのカウンターをペットがだんだん見え始めて、ペットのミドルキックが入り始めるんだよね。まあ、なんかこうペットのペースになっていったなみたいな感じ。3ラウンドにも入ってミドルキックに対して左フックを狙っていく、はい、入んないんだけど、ペットがまたミドルと見せかけて左ミドルと同じ軌道で左ストレート出したりするんだよ。ミドルとストレート混ぜて、原口からするとやりにくくなってくるかな。ごちゃごちゃしていく中で原口が結構倒れるシーンが増えていくんだよね。ああいうのってやっぱ見栄え悪いんだよね。見てる感じ押されてるなっていう印象はあったよね。2ラウンド3ラウンドペットパノルムが取ったかなっていう、まあ、4ラウンドも原口は基本カウンター狙い、ペットの蹴りに対してのカウンター、パンチ膝カウンター狙うんだけど、右フックとかカウンターでパンチも返していくんだけど、原口がパンチでいくとうまくねクリンチで逃げるんだよね。パンチのカウンター狙うんだけど、近いパンチが当たる距離になるとクリンチされるから、あれだとちょっとやりにくいというかどうしようもなくなってくるんだけど、4ラウンドの終わり間際原口の飛び膝蹴りがさ入ったんだよね。あれ惜しかったね。あれは効いたなって感じたね。で、あの膝蹴りで印象で俺は4ラウンド原口取ったと思ったね、まあ、俺の中ではイーブン。4ラウンドまではペットのねスピードが落ちたんだよね。原口の前に出る圧力とかパンチの圧力でだいぶ消耗したなみたいな。始まってすぐ原口のパンチの連打があってさ、原口がこのラウンド取ったかなと思ったわけ、うん、俺はね。5ラウンドの終わり間際ペットのミドルキックで原口がこけたわけよ。ペットにつける人もいるだろうなとも思った、うん、エキストラウンド明らかにペット疲れてたね。原口のパンチも当たってたけど、当たってはいたけど結果的には原口のパンチよりペットの蹴りが多く当たってるように見えた。でも効いてなかったって言ってたけど、蹴りが腕が効いてるように見えた。俺は効いてなかったかもしれないけど、見てる俺からすると効いてるように見えた。あのミドルでペットが取ったかな、エキストラは。5ラウンドまでの判定であれば俺は原口、